中国職業能力開発大学校、付属福山職業能力開発短期大学校は、広島県福山市北本省4-8-48に、ある職業能力開発短期大学校である。独立行政法人高齢、障害、求職者雇用支援機構が運営している。略称は、福山農会短大である。1989年4月に創立された。 職業能力開発短期大学校である。キャンパスは福山市市街地の北部にあり、中心市街地に近い。近隣の倉敷市に所在する中国職業能力開発大学校の付属短期大学校となっている。幅広い知識に基づく思考力とそれを具体化する粘り強い実践力を兼ね備えたエンジニアを育成するとしている。 近隣の倉敷市に応用家庭を有する中国、職業能力開発大学校が存在するため、同校をはじめとする応用家庭への進学率が高い。2019年度卒業生で40.9%、2020年度卒業生では38.7%となっている。創立後の遠隔卒業式において、学業及び人物の優れた学生に対して、 緑継承を授与している。なお、六継承と呼ぶ。学生自治会が組織されており、新刊コンパ、球技大会、学園祭等を実施している。学校案内には、以下の部活動が記載されている。バドミントン部、ソフトテニス部、サークル自治体育、ロボットサークル学祭として、1990年から続く、姫谷祭りがあり、10月末頃に開催されている。 小学生向けのものづくり教室が例年開催されている。なお、姫谷祭りの姫谷とは、福山市内の焼き物の姫谷焼きから取られている。学内風景学食福山市北本省4-8-48。最寄り駅は山陽本線福山駅または福縁線ビンゴ本庄駅である。学生の多くは、両駅から自転車か自動車、バイク等で通学している。 小規模な大学校であるが、学食、テニス場、シャワー施設等などのレクリエーション施設も設置されている。交通アクセス周辺モニュメント短期大学校が立地するビンゴ地方は造船業の集積地であり、正門付近には造船に使用される行鉄技術によって成形されたモニュメントがある。三本の柱は科学、技術、技能の調和を表している。 久高寮キャンパスから300メートルの位置に男子寮である学生寮があり、32部屋の収容力がある。なお、部屋はかつての2人部屋を一人用に改造しているため、2人分の15.3平方メートルの広さとなっている。広島県の東部に所在する大学によって組織される、6大学エクステンション連携会議の一員となっており、同会議を講演する。 ビンゴ圏域連携会議等にも参加している。また、各大学及び短期大学校が協力して、6大学連携講座などの取り組みも行っている。企業従業員への短期の教育訓練として、能力開発セミナーを実施している。ありがとうございます。